今回もちょっと商品紹介でちょっと今回皆さんに早く見てもらいたいなと思ったんでちょっと動画回してるんですけど、今回これです。今僕着てるこれです。これはまあフロントパネルシリーズですね。まあ、うちでももうお得意のというか秋にも出してて、秋はこれブラックベースにボトルグリーンとバーガンディの2色展開だったんですけど、この春のモデルがこんな感じです。この今僕着てるのがこれアンバーラストっていう色なんですけど、このモカベース、モカにこのアイボリーパネルで、でこの、はい、ブリックのこのラインっていう感じですね。でここがちょうどこのミックスになってるのがまたポイントなんですけど、はい、この色とあとやっぱブラックは外せないでしょっていうことで、今度はこのブラックベースにちょっと最近ハマってるこのアンティークブルーのこのパネルにして、でこのラインを今回このアイボリーじゃなくてちょっとこのライトグレーにしたっていうところが、はい、またポイントですね。そう、結構スカッとするけど渋くていいんじゃないかなっていう感じです。なんでこの2色です。でこれやっぱりフロントパネルなんで、フロントこういう感じなんですけど後ろ無地なんですよ。これだったらモカだし、さっきのこれだったら後ろはこのオールブラックっていう感じです。これまあでもフロントパネルだからいいっていうとこなんですけどね。そう、このラインはやっぱもう外せないっていうか、まあ、僕も大好きだし、でもやっぱおかげさまで本当好評で結構毎シーズンこうすぐなくなっちゃうんですけど、はい、これいいと思いますよ。これってやっぱこの襟付きのカーディガンっていう感じなんで、フロントが全部こうやって開けられるから、だから僕今この中タンクですけど、そうこうやって全部開けてこういう感じで着ててもいいし、そうだからこう着たり脱いだりするのも着やすいし、あとこの全部止めて着てもで、僕今このブラックのボトムを合わせてますけど、結構こういう感じで割とまあストリートっぽくっていうか、まあスケーターっぽくっていう感じでちょっと太いボトムなんかでやっても結構かっこいいし、だからどっちにもいけるラインかなと思います。ここは特にクラシックにもいいし、そのちょっとストリートミックスな感じでもかっこいいし、そう若い子着ててももちろんかっこいいんですけど、結構この辺は親父っていうかおじさんとか結構着てても渋いんじゃないかなっていう感じですかね。でこれ素材も秋は、ウールアクリルだったんですけど、今季はこれ今綿アクリルにしたんで、よりもうちょっとこう涼しくさらっと着れるっていうところがまたいいかなと。ちょっとブラックも着てみます。はい、ブラックこんな感じです。これはねやっぱいいですよ。外せないっていうか外れないというか。そうで、このアンティークブルーも結構良くないですか。そうなんかね、春だしこのぐらいでもいいかなっていう感じですね。でこれリンクスって言ってるのも、リンクスってこの天竺編みをちょっとこうひっくり返したような見え方するんで、ちょっとこのボコボコってなるんですよ表面が。古着なんかでほんとたまにあるディテールなんですけど、だからねこういうところも色がこうベタッと出ないから、その辺も雰囲気あっていいんじゃないかなと思います。こういうとこもね、
でこれニットだけどちゃんとこの前立てもあって、ここにでチューブラーズでここにチューブ入ってるんで、こう服がより締まってくるから、そういうとこも、あとここか、ここもフロント、このリブもフロントフラットでこっちがリブになってたりとか、はい、そういうね、やっぱディテールは結構いいと思いますよ。で今ってやっぱ結構朝晩冷えるじゃないですか。だから僕結構これこうトップまで止めて、この上に革ジャンをやっぱ着るんですけど、そうで革着るとこういう感じの、この見え方がまた絶妙にいいかなと思うんですけどね。そうこういう感じで、ブラックで、でシューズはこれで、このローファーで、そうだから結構こういうスタイルもいいと思いますよ、ちょっと寒い時まだで。僕よくこれにやっぱアイウェアなんかもこういう黒縁の、はい、普段つけてますけど、これシェイディキャラクターのこういうスタイルもすごくいいし、こういう感じもおすすめだし、これね、あの春だったんでちょっとこのレンズの色を薄いグリーンにしたんですけど、ちょっと分かりにくいですね。そう、そういうのいいし、あとねこういうアイウェア、こういうのも結構相性いいかなと思います。襟付きのこういうフロントパネルとかでこういうスタイルも、そう、これも実はこれ今レンズ作ってて、もうちょっとしたらできるんですけど、それだからこういうの形的には結構合うんじゃないかなっていう感じですね。という感じでちょっと今回はこのニューのフロントパネルの紹介でした。でもこれショップも並んでますし、オンラインも準備できたんで、ぜひそっちもチェックしてみてください。ちょっとたまにはこういう感じでサクッとやるのもいいかなと思うんで、まあ、もしいいと思ってもらえたら皆さんぜひ、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイ。